皆さんこんにちは。サブカルカオス TV にようこそ。ご覧の戦闘機はロッキード F-104 スターファイターです。ソ連の戦略爆撃機からアメリカ本土を守る全天候型の超音速迎撃機としてアメリカ空軍に採用されました。ドイツをはじめ多くの NATO 諸国などで採用されており、日本の航空自衛隊でも1961年から使用され、三菱重工によりライセンス生産されたこの戦闘機は栄光と名付けられ、1986年に F-15J に席を譲るまでの25年間日本の空を守り続けました。キャッチフレーズは最後の有人戦闘機。ヨーロッパでは事故が多かったことから空飛ぶ棺桶と呼ばれ、墜落して地面に突き刺さりそうなイメージからアンカーボルトやテントのペグなどと揶揄されていました。中でも未亡人製造機は有名ですよね。日本ではその細長くシャープなスタイルから三菱鉛筆などとも呼ばれています。アメリカでは F-104 なんて言いにくいので O4 や ZIP4 と呼んでいたようです。ちなみにロッキードが反則用につけたコピーは男が入ってるミサイルで、なんだか荒ぶる男の飛行機って感じで、ちょっと汗臭そうなネーミングですよね。幸いこの戦闘機が敵の頭上に爆弾を落とすことは一度もなかったのですが、空中戦ではそこそこの数の敵機を撃墜しており、逆に撃ち落とされたりもしているんです。といったわけで、今回のサブカルはロッキード F-104 スターファイターについて、実戦での活躍の模様や様々なエピソードなど分かりやすく紹介していきたいと思います。それでは早速始めましょう。ロッキード社は大正15年の設立以来、一貫として旅客機の開発に力を入れてきました。第二次大戦中、同社は旅客機をベースとした爆撃機や輸送機が軍に採用され、他にも双発戦闘機の P-38 ライトニングや P-80 シューティングスターなどで潤い、ロッキード社は巨大企業に成長していました。しかし戦争が終わると6000機以上生産されるはずの P-80 はキャンセルされ、星の名前の旅客機コンステレーションやサターンも全然売れず、恐慌が吹き荒れる中、売り物が少ないロッキード社は一気に傾いてしまいました。ロッキードの CEO ロバート・グロス会長は、失意の中枝ぶりの良い木を探す毎日です。そんな1952年、カリフォルニアにちょうどいい松の木などないことに嘆いていたグロス会長のもとに一本の電話が入りました。電話の相手は空軍参謀総長のホイト・バンデンバーグで、新しい空軍の戦闘機計画にプランを提出せよとのことでした。ロッキード社はかねてからシューティングスターの後継機種の研究を進めており、後のスカンクワークスのリーダー若きケリー・ジョンソンを戦争真っ只中の朝鮮半島に派遣し、新型機のための調査をしていました。後ろの人は後のステルスの父となる若きベンリッチですね。ジョンソンはパイロットたちが欲しがっているのは多機能な重戦闘機ではなく、軽快でスピードが出るシンプルな軽量戦闘機であることを知り、それに基づいたコンセプトを空軍に提案したのです。ベースとなったのはブードゥーに敗れた XF-90 で、同社が開発を担当した X-7 やダグラス X-3 のデータを利用し、翼面荷重は驚きの600キロと運動性能をも潔く切り捨てたマッハ2級の直線番長でした。この時のコンペのライバルは次の通りです。1953年、このアバンギャルドなコンセプトの戦闘機案はジョン・フォスター・ダレスの捺印をもって採用され、契約締結からわずか1年後の1954年、XF-104 として初飛行に成功しました。しかし、
そのスタイルから容易に想像できるように、飛行安定性や構造に数々の問題を抱えており、2機製作された実証機は全て墜落しています。翌年、問題点を修正し、エンジンが強化された試作機 YF-104 はマッハ2の速度記録を打ち立て、1958年、晴れてアメリカ空軍の戦闘機に名前を連ねることとなりました。全音速域では不満があるものの、超音速飛行で抜群な安定性をもたらす短いテーパー翼は、4畳半2間の木造アパート並みの面積しかなく、翼の前縁はわずか 0.4 ミリと鋭利な刃物に例えられています。T 型に配置された尾翼は、垂直安定板や水平安定板の働きを相互的に高める効果があり、小さく済むことで、重量や抵抗を抑えることができる当時のトレンドでした。ちょこんと乗った全誘導式水平安定板には、普通の飛行機とは逆で揚力をアシストする役割があります。反面、このレイアウトには問題もあり、一定の向かい角になると水平尾翼が胴体や主翼から発生する乱流に巻き込まれ、舵が効かない状態に陥ります。この問題を解決するために、危険な角度になった時、操縦桿が強制的に前に倒れる装置が設けられました。エアインテークは当時としては非常に効率のいいもので、これはこの部分を担当したベンリッチの手腕によるものです。脱出装置は下に射出される方式でしたが、低空で使用すると本末転倒となり、十分な高度で使用したとしても、ものすごい加速度で首が抜けてしまい、どちらにしても無事では済まされないことから、上に射出する方式に改められました。武装は、無誘導のマイティーマウスロケット弾と、エンジン出力 95% 以上じゃないと動かない、電気駆動の 20mm バルカン砲でしたが、部隊配備が始まる頃には、サイドワインダーが使えるようになっています。細長い鼻先に内蔵されている F-15J ナサールレーダーは、解析能力は小型ゆえに限定的でしたが、下機管制コンピューターと連動し、ロックオンすれば、最適な相対位置でロケットを自動発射できる、当時としては優れものです。これは、90ビームロケット攻撃といい、スターファイターのパイロットはマスターしなければなりません。新開発のゼネラルエレクトリック J79 ターボジェットエンジンは、小型軽量の機体を一気に音の2倍の世界に誘い、超抜棒入りを覚悟すればマッハ 2.4 まで加速できます。出力 93% から 96% で発生する独特なハウリング音にしびれた航空ファンも多かったのではないでしょうか。近隣住民にとってはただの騒音でしかないのですけどね。この戦闘機のデビューは、部隊配備が始まった1958年に起きた第二次台湾海峡危機です。台湾に配備された米空軍のスターファイターは、台湾から金門島の上空を経て中国領空の手前まで維持飛行を繰り返しました。また1961年に突然勃発したベルリン危機の際にも、輸送機の護衛やベルリン上空の制空権維持などの任務についています。中国軍のミグ17やソ連のスホーイは、噂の高性能戦闘機の出現に指を加えてみているだけで、彼らからの畏怖の念を持って金門上空の制空権とベルリンの民衆を守りました。期間は短かったのですが、ベトナム戦争のローリングサンダー作戦にも参戦しています。主な任務は、早期警戒機 EC-121 とペアを組んでの空中哨戒や F-105 サンダーチーフの護衛です。ベトナム人たちはスターファイターと遭遇すると一目散に逃げ出し、交戦を避けました。そんなわけで、ベトナム戦争での撃墜スコアはありませんが、12機が対空砲火や対空ミサイルにより、1機が
MiG-19 の中国版戦撃6型によって撃墜されています。ではスターファイターが初の撃墜スコアを記録したのはいつだったのでしょうか。それはベトナムでの空中戦に敗北した2週間前の1965年9月6日、インドシナ半島ではなく、インドでの出来事でした。スターファイターが本土の防空用に配備されてから3年、アメリカ空軍は貧弱な武装で足の短いこの戦闘機が迎撃任務に適さないことに気がつきました。よくアメリカの半自動防空システムの操縦神器を積むスペースが足りないなどと言われていますが、それはどうなんでしょうね。まあ、本当の理由はともあれ、防空任務は F-102、F-106 にシフトされ、キューバの正面は F-101 に引き継がれました。そんなことで、スクラップにならなかった一部の幸運なスターファイターたちは、台湾のほか、NATO 諸国にただ同然で供与されたのです。そんな国の中に12機のスターファイターを供与されたパキスタンが含まれていました。パキスタンとインドは宗教問題やカシミール地方の従属問題で建国以来いざこざが絶えたことがありません。1964年、パキスタンはカシミールに侵攻、カシミール国王はインドに助けを求めたことから第二次インドパキスタン戦争が勃発しました。翌年の1965年9月6日の夜明け、西パキスタンに侵攻してきたインド空軍のダッソー・ミスティール4との間で空中戦が起こりました。ミスティール12機、スターファイター2機のハンデキャップマッチです。ドッグファイトで後ろを取られたスターファイターの1番機は、ミスティールの30ミリ砲を浴び、損傷を受けます。ミスティールのパイロットがとどめを刺そうとしたその時、彼の後ろに回り込んだ2番機がサイドワインダーを発射。スターファイターにとって初の撃墜スコアを記録することとなりました。その後もパキスタンに空爆に来たハンターやキャンベラを軽くひねり、その強さを世界中に見せつけています。しかし1971年に起きた第3次インドパキスタン戦争では、インドの新鋭機 MiG-21 に苦手なドッグファイトに持ち込まれ、一方的に7機が撃墜され、セイバースレイヤーとして有名なポーランドナットにも3機撃墜されています。 F-11 タイガーの発展型の採用を覆してまでこの戦闘機を導入した航空自衛隊は大いに青ざめたことでしょうね。でもそんな心配をしていたのは上層部のお偉いさんだけでした。日本ではソ連の爆撃機を迎撃する目的で北海道に重点を置いて配備されていました。樺太や択捉から出撃すれば足の短いソ連の戦闘機でも爆撃機の護衛が可能なことから、 F-104 のパイロットたちはパワーを生かした上昇力とダイブ、速い旋回速度を利用した空中戦軌道の研究に多くの時間を費やしていたのです。3万メートルの高度でマッハ2で飛行できることから、さぞかし高高度性能が良いと思われがちですが、 F-104 にとって一番美味しい高度は1000メートル前後、速度はマッハ 0.9 であることも突き止めていたのです。アメリカ軍は共同訓練の際、よく自衛隊機との域式空戦訓練を申し込んできました。指名ナンバーワンは三菱 F-1 でしたが、三菱鉛筆も MiG-25 のライブシミュレーターとして何度ともなく借り出され、アメリカの若いパイロットたちに胸を貸しています。米軍のイーグルドライバーからの評価は、モーストトラブルサムファイター、最も厄介な戦闘機です。最良空戦範囲でテイクオフフラップをうまく使いつつ、ラダーを床まで蹴り込み、操縦桿を思いっきり引いた時の軌道は世界最強の戦闘機と言われた F-15 をたびたび撃墜しています。これはスターファイターのいいところを知り尽くした自衛隊パイロットの勝利で、イーグルキラーはロック岩崎の1000倍特許ではないのです。この話を聞いたケリー・ジョンソンは、にんまりほくそえんだに違いありません。そりゃそうです。彼は
この戦闘機から機動性を切り取った張本人ですから、このような使われ方をされるとは考えてもいませんでした。想定外の任務に就いたスターファイターはまだいます。ドイツの F104 のレーダーはグランドマッピングモードが選択でき、障害物回避モード、地形追従モードなどが備わっている G 型で、暗闇でもレーダーのみで低空飛行が可能です。おまけに小さな翼は低空飛行の際、地上降下や横風の影響を受けにくいことから、2トンの爆弾を積んで攻撃機として使用されることになりました。ただし爆弾といってもソンジョソコラの爆弾ではありません。東西冷戦の最前線ドイツでは、 NATO 軍に割り与えられていたアメリカの航空用核爆弾をスターファイターにぶら下げ、いざとなった時に東側の地上部隊の頭上に地の灰を降らせる任務を与えられていました。とは言ってもこの核爆弾を積んだ時の行動半径はせいぜい 120-30 キロ程度なので、ソ連にははるかに届きません。足の長い戦闘機を採用していたとしたら、さすがのソ連も黙ってはいなかったことでしょう。これはニュークリアシェアリングと言われ、現在は引退間近のトーネードの役割です。ドイツのスターファイターのネタはまだあります。1960年代、 NATO では有事の際真っ先に滑走路が破壊されることを想定し、マッハ2級の VTOL 戦闘爆撃機の開発をスタートしました。フランスはミラージュ3をベースとしたミラージュ 3V、 イギリスはハリアージャンプジェットを大型化した P1154 で、ベースとなる独自の機体を持たないドイツではスターファイターを改造した2種類の VTOL 機を開発しました。どの国の飛行機も初飛行に成功し、まずまずの性能を示したのですが、揃って予算の都合がつかず開発は中断されてしまいました。次なる手段はロケットエンジンによるカタパルト発進です。この手の奇抜な構想はナチスの昔から得意でしたからね。何はともあれ、映像を見てみましょう。良い案だったのですが、あちらこちらに分散配備させることが必須で、その場その場でかかる整備コストの非効率に気がついた西ドイツ空軍が、結局のところこの案の採用を見送ることにしました。でも一体全体どうやって着陸させるつもりだったのでしょうか。その昔、彼らの同盟国だった極東の国にも同じような発想がありましたよね。その日本では、冒頭でも述べたように1986年で退役しましたが、精度の E36 機と部品取り用の25機は1988年に台湾に渡り、その他の飛行可能な12機は無人標的機に改造され、1997年最後のスターファイターが撃墜されたことによって日本の空から完全に姿を消しました。あ、そうそう、パッと見では気がつきませんが、黒い飛行機として有名な高高度偵察機 U2 も F104 をベースにして開発された派生型の一つです。そのアメリカ空軍では F16 の後継機として過去のセンチュリーシリーズに現代技術を加えた小型軽量で安価な使い捨て 4.5 世代戦闘機として再構築する計画があります。センチュリーシリーズで小型のものといえば3機種ありましたが、その中で一番安かったのは F104 です。値段がこなれている F16 のエンジントレーダーを搭載し、ステルス塗装を施されたデジタルスターファイターは、結構強い戦闘機になるのではないでしょうか。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。第2メインチャンネルとツイッターもチェックしてくださいね。皆様からのリクエストもお待ちしています。それではまたお会いしましょう。